月の8号を1台の車が軽々と抜き去った。ランサーエボリューション4、通称ランエボ4である。秋名湖でランエボのドライバー岩木誠二と須藤恭一に出くわす五木と匠。ひょっとして秋名に来た目的は秋名の86に挑戦するためじゃ。おいおい、冗談は顔だけにしておいてくれよ、レヴィンの少年。挑戦はねえだろ。もしあの86に会ったら一言説教してやりたいかな。もっといい車に乗り換えろってさ。86なんかに乗ってるやつはアウトオブ眼中。頼まれたってバトルなんかしねえよ。悠々と帰っていく誠司の態度に腹を立てる一木と、対照的にあまり気にかけない匠だが、須藤恭一率いるランエボ軍団エンペラーは群馬エリアの走り屋を総なめにしていった。約束通りそっちのステッカーを1枚もらおうか。なんてことしやがる、てめえら。俺のエボ4のリアウィングを半分に切り裂いた群馬エリアのチームのステッカーで埋め尽くしてやるぜ。そしてついに秋名にまでエンペラーが進行してきた。最新の装備で武装されたランエボに86は勝機を見出せるのか。俺がチームリーダーの須藤だ。秋名の86と下りでやらせてもらいたい。そっちからの要求はどんなことでも乗るぞ。その代わり、勝てなかった場合はチームのステッカーをもらう。なんか自信満々だな、あいつ。匠の実力を知った上で、あの余裕ってわけかよ。頼んだぜ、トップバッター。これはタイムトライアルじゃなくバトルだからな。エンジンのパワーが低い方が好きなタイミングでスタートする。それが馬力の判定ってこと。いつでも好きなタイミングで出な。気を抜くな、誠治。シミュレーション3で見れ。本気か、京一。86相手にシミュレーション 3？ 敵地でのバトルで勝つために京一が作った作戦パターンは3つある。相手が最も手強い時にだけ使うのがシミュレーション3。なぜシミュレーション3なんだ。俺には分かんねえぜ。アウトオブガンチ。クソ、なぜだ。解体や寸前のポンコツのクセしやがって。その速さは何だ。それにしてもこのイラつきは何だ。ムカついて仕方ないぞ。仕方ねえぞ。こんなポンコツ相手になんでシミュレーション3なんだ。つまりスローの相手じゃねえぜ。クソッタヤ、我慢できねえ。早く飲まれぜ。食いつけない。我慢できねえ。しまえ。ケツ
に張り付かれるのが楽しいからな。話にならねえ。何が分かるもんか。後ろについて走っていればもっといろんなことが分かるんだ。シミュレーション3で行けと言ったのはそのためだ。色裸の猿じゃねえんだから、ちっと頭使いよ。これでエンペラーの軍内エリア全焼はなくなったわけだ。いくら悔やんでもいっぱいが消えるわけじゃないからな。気を取り直して、次は赤城、赤城さん決戦が終わるまでは誰もアキナの86のことは口にするな。一番頭にきてるこの俺なんだ。イライラする。公然
ントネーション乱れてしょうがねえ。イライラする。このセントネーションに乱れてしょうがねえ。